はいどうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、今週の木曜日からのアイコニックが判明したということで、今週の木曜日からはですね、12月3日チェルシーが登場するということで、まあ、今週はリバプールが来ていたりしていたんですが、2週連続プレミアの方から来るという形になりましたね。ということでチェルシーでですね、登場する選手見ていきたいと思いますけども、こちらですね、ランパードとチェフということで、こちらの2選手が登場するという形になっていますので、しっかり能力値見ていきながらですね、同じ2列目の選手だったりと比較していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。まずはフランク・ランパードの方から見ていきたいと思いますけども、ランパードに関してはですね、前回通常のレジェンドとして出ていますので、そちらと比較しながら見ていきたいと思います。ご覧の通りですね。で、通常のレジェンドとこちら週間 FP と同様ですね、3つの能力値がしっかり上がるという形になりますけども、基本的にプラマイ0からプラス1上がりまして、ドリブル4、決定力4、瞬発力4ということで、ここら辺がしっかり上がったなというところですかね。で、2列目の選手の中では決定力一番高いんじゃないかなというぐらい高いんですが、90代後半95のつったということで、決定力めちゃくちゃ高い中盤の選手ですね。で、セントラルミッドフィールダーの中ではですね、得点能力一番高いんじゃないかなというところで、オフェンスセンス93だったり、決定力も95、まあ、得点能力は本当に高いなというところですね。で、ボルコンドリブルは90代乗せていますし、ボールキープも86で、グラウンドパス、フライパスも91、95しっかりありますので、ここら辺もかなり高いかなというところですね。ただまあ、スピード瞬発の部分ですね、スピード78、瞬発力82ということで、瞬発力は4つ上がって80代に乗せているんですが、スピードが78ということで、まあめちゃくちゃね、足が速いというわけではないのかなというところですね。ただやはりキック力は高いですね、98ということで、まあ好調以上の際にはですね、キック力も完走するんじゃないかなというところで、フィジコンに関しても85ありますけども、まあドリブル能力高いんですが、ボディコントロールは76ということで、ここら辺が結構ね、使用感に影響してきそうなところかなと思います。で、まあ2列目の選手の中ではディフェンス系の能力もしっかりあるんじゃないかなというところで、ディフェンスセンスは77なんですが、ボール出しアグレッシブミスに関しては80代乗せていますし、逆足も2、3で使えるという形ですね。で、まあ通常のレベルの総合値は94なんですけども、アイコニックは95でプラス1のみの上がり幅ですね。まあそこまでめちゃくちゃ能力値は爆上がりとなっているわけではないのかなというところですかね。で、スキルはですね、もともとシュート系、ミドル、無回転持ってますし、ワンパス、ルーパスも持っています。で、ここにですね、闘争心が追加というところだったり、あとはですね、1つ追加スキルができるというところもミソかなと思いますので、個人的にワンタッチシュートとかね、追加できたらありがたい部分なんじゃないかなというところですね。やはり決定力高いのでね、ワンシュー持っておいてほしいなというところですね。プレイスタイルは2列目からの飛び出しということで、同じですね、2列目の選手と比較していきたいと思います。まずはですね、レジェンドだったりアイコニックと比較していきたいと思いますが、クライフ、ロブソン、アルシャビン、イニエスタ、そして通常のイニエスタ、まあ、通常のイニエスタというかね、レジェンドのイニエスタと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、まあ、まずですね、この6選手全員ライブアップで B 固定というところはね、最初に言っておかないといけないかなと思いますが、 B 固定はかなり大きな部分ですね。ということで、能力者ご覧の通りとなっています。やはりですね、ランパード決定力一番高いですね。クライフより高く、オフェンスセンス1、決定力は5ずつクライフより高いという形になっていますし、オフェンスセンス決定力ともにランパードが一番高いという形ですね。ですので、クライフ、ロブソン、アルシャビン、イニエスタよりはですね、決めてくれるシーンも多いんじゃないかなと思いますが、ただですね、やはりパス系はイニエスタが一番高いという形ですね。まあ、ここは間違いないかなと思いますが、ただまあ、ランパードに関してはスピード瞬発の部分ですね、やはりクライフだったりロブソン、そしてアルシャビンに関しては、まあ、80代後半から90には乗せているという形になりますので、このスピード瞬発というところが若干ネックな部分かなと思います。特にスピードの部分ですね、少し足りない部分が多いかなと思いますが、ただキック力だったりフィジカルコンタクトはやはり高いですね。で、ブライアン・ロブソンに関してもフィジカルコンタクトは88ありますんで、まあ、似たような感じになっているかなと思いますが、ただまあドリブル能力高い割にボディコンが、ね、低いというところがネックな部分かなと思いますので、クライフ、アルシャビン、イネスタ、まあ、ここら辺のボディコンに関してはめちゃくちゃ高いという形になっていますね。まあ、ボディコントロールの低さというところが使用感にどう影響してくるのかというところが、一つ注目点かなと思いますね。で、スキル面で見たときにはですね、やはりワンパーだったりスルーパス持っているというところはかなり大きな部分かなと思います。特にね、この2つのスキルどちらも持っているのがイニエスタのみと
という形になりますので、ここはかなり大きな部分かなと思いますし、あとはですね、追加スキルができるというところはやはりランパードの一つ長所かなというところですかね。ですのでこのレジェンドだったりアイコニック選手を2列目として使うならですね、やはりクライフかランパードかというところで、個人的にランパードワンチャンありなんじゃないかなというところですね。やはり得点能力が高いというところはね、大きな部分かなと思いますが、ただスピード瞬発がクライフめちゃくちゃ高いの、この2人悩むところかなというところですね。あとはですね、やはり使用感のところが気になるかなと思いますんで、悩んでいる方はですね、そちらの使用感動画見ていただいてから、アイコニック引かれる方が一番安定なのかなというところですかね。で、続きまして通常の選手と比較していきたいと思いますが、ティアゴ、ブルーノ・フェルナンデス、イリチッチ、セルゲイ、ミリンコビッチ、サビチ、ハフェルツと比較していきたいと思いますが、まあ FP で出ている選手たちも多いかなと思いますけども、やはり FP と比較してしまうとですね、持っている方と持ってない方の差が出るかなと思いますので、今回は通常と比較していきたいと思います。やはり通常と比較した際にも決定力高いですね。まあ90代後半に乗せているのはランパードだけという形になりますし、オフェンセンスに関しても90代乗せている選手がなかなかいないというところで、やはりランパードめちゃくちゃ高いかなと思います。特にセカンドトップフォワード登録のイリチッチよりね、得点能力系は高いという形になりますので、やはりセントラルミッドフィルダーの中ではめちゃくちゃ高い方かなというところですかね。まあただですね、やはりスピード瞬発の部分でハバーツ94-87ありますし、クラブセレクションではより高くなっているかなと思いますので、やはりスピード瞬発の部分がランパードネックの部分かなというところですかね。でまあ能力値自体はですね、ご覧の通りの比較となっていますが、やはりライブアップで B 固定はね、大きな部分かなと思いますので、ランパードをねゲットされた方はティアゴ、ブルーノ、イリチッチ、セルゲイ、ミリンコビッチ、サビチ、ハバーツよりかはランパード使っていただければというところですかね。ただまあハバーツに関してはワンシューワンパスルーパス、この3つのスキル持っているというところはかなり大きな部分かなと思いますので、まあ、ランパードかハバーツかというところで、個人的にランパードの方を押していきたいなというところですね。まあ、スキル追加でね、ワンシュー狙っていただければと思います。まあ、スーパーソブとかでも面白いんじゃないかなというところですね。で、続きまして、チェルシーのアイコニック、チェフということで、チェフに関してはですね、やはり使用感がめちゃくちゃいいゴールキーパーですんで、アイコニックのチェフ狙っていただければというところですね。まず、身長、タッパですね、196センチ、190代後半ありますんで、身長めちゃくちゃ高いなと。能力値自体はですね、クリアリングが89ということで、まあ、クリアリングめちゃくちゃ高いというわけではないんですが、やはり GK センス、キャッチング、コラプシング、ディフレクティング、完走と、あとはですね、能力値以上にめちゃくちゃ使用感がいいゴールキーパーですんで、やはり狙っていただければと思います。で、スキルがですね、テイランドのパントキック、GK、ロングスロー、キャプテンシーの3つをね、通常で持っていたんですが、ここに PK ストッパーが追加となっていますね。まあ、ですので、ゴールキーパー界隈の中では最強クラスと言っていいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、チェルシーのアイコニック、チェフもランパードも狙っていただければというところですね。はい、ということで本日はですね、今週の木曜日から登場するチェルシーのアイコニック選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、ランパードもチェフもね、共にかなり強い能力値持っているかなと思いますし、特にチェフに関しては使用感がね、通常のレジェンドでもですね、ガチスカに入ってきていますんで、アイコニックにあったら、まあ、間違いないかなと思いますんで、ぜひチェルシーのアイコニック引いていただければと思います。ただ微課金だったり無課金の方はですね、アイコニック無理に狙う必要ないのかなと思いますので、より強いアイコニックが出た際に狙っていただければというところですね。はい、ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では